お、千鶴、こっちぜよ。おう、おまんに会うがも、かれこれ一月ぶりくらいかい。今日はよう来てくれたにゃ。呼び出しの手紙をやったがはよかったけんど、新選組の連中が破り捨てちゃせんか心配しよったがよ。相も変わらず野蛮な連中やにゃ。俺がおまんに手荒なマネらせんち、やつらもよしっちゅうろうに。いやいや、まっとうせや。会うたんびに俺が事件の渦中におるらって思われるがは心外ぜよ。今回はただ単に俺がおまんの顔を見たかっただけやき。どうかしたかい？おう、もちろんぜよ。惚れた相手に会いに来るがに他に理由が必要かい？まあ会いたかった自由がもう間違いのない俺の本音ながやけんど、それだけで呼び出したち知られたら今後二度とおまんと会わせてもらえんようになりそうやしね。やっぱりそう思うろ？ということでちゃんと本題は用意しちゅうき。実はこの間会うた時に見せ損ねた面白いもんを見せようちょうもてよ。見たらおまんきっと驚くぜよ。あ、けんどその前に、さっきから怖い顔しちゅうけど俺らと一緒に茶でも飲もうぜよ。いつから気づいていた？そりゃ最初からよ。新選組がこの娘を一人で俺のところによこすはずがないよ。相変わらず抜け目のない男だ。すまなかったな、雪村君。勝手にこちらで監視していた。坂本に警戒されても困るし、本来は姿を見せる気はなかった。だがしかし、こうも堂々と呼びつけられるとは。そりゃ俺も二人きりがええけど、裏でこそこそ覗かれる側も嫌やろ。せっかくやき、おまんもここで同席したらええき。それで雪村君に何の用だ？返事によってはすぐに連れ帰る。まあそう急ぎなや。焦らんでもすぐ見せちゃるき。これは、
いや、これはエアノーテ。長崎で撮った写真ちゅうがよ。そうそう、それよそれ。ほら、もっとちゃんと見や。男前に写っちゅうと思わんかい。ああ、男前かは別として鏡に映る坂本の姿そのものだな。そうやろ。あ、けどこの写真ゆうがはただ目の前を映す以外にも大きな意味を持つ技術ながよ。例えば遠く離れた景色や遠の昔に消えた風景さえもそのまんま伝えられるがよ。まさに未来につながる新技術ぜよ。おまんらもすごいと思わんかい。怖い。なんで？よう知らんもんが怖いがは当然よ。何もおかしなことやないき。けんどそこで立ち止まったら進歩はないぜよ。これも言うたらガラスの板に光を焼き付けて紙に映しただけ。ちゃんと教わったら狐に化かされたち言うわけやないがはすっとわかるろう。手順さえ間違わんかったら俺らにも扱える技術なのよ。簡単に言ってくれる。今の姿をそのまま残すか。面白い。それってつまりはこの俺の見事な筋肉も後の世に伝えることができるんだな。後の世に伝える筋肉とは一体。やめとけ相馬。真面目に考えると新八になるぞ。そうかな。むしろ何も考えないと新八さんになるんじゃないの？確かにそうだな。新八はついこの前も武田と口論して言いまかしちまいやがったしな。その割に賢い印象が全くねえあたり、普段の振る舞いってのは重要だな。おい、こら、聞こえてるぞ佐野。俺が普段は何も考えてないみたいじゃねえか。それで雪村先輩、その写真というものは浮世絵とはどう違うんですか？つまり見たままの情報を伝えるには写真の方が有用ということだ。なるほど、それはすごいですね。山崎くんの説明ってさ、これっぽっちも面白みがないよね。説明に面白みなんて混ぜても仕方ないでしょう。それより沖田さんこそなぜここにいるんですか？食事は部屋まで運びますから。
体調が落ち着くまではゆっくりと寝ていてくださいと言ったのに。部屋に閉じこもってばかりの方が体に毒だと思うけどな。何？君まで口うるさく言うわけ？冬が終わって暖かくなってきたからさ、むしろ最近は調子がいいぐらいだよ。あまり無理はするんじゃねえぞ。調子が悪かったらすぐ言えよ。はいはい、分かってますって。話の種にもなりそうだしよ、一度は写真に写ってみてえよな。何しろ俺たちはいつ死んじまうかもわからねえし、そうなっちまう前に絵姿を残したいじゃねえか。新選組最強の剣士長倉新八はこんないい男だったってな。縁起でもねえこと言うんじゃねえよ。俺はまだ死ぬ気はねえんだから。新八さんが最強かは別として、みんなの写真がどんなのかは見たいよね。だろだろ。噂じゃ今日にも写真館があるらしいし、今度連れ立って行ってみようぜ。それなら寺町通りにできた写真館ですね。確か祇園にもあるって聞いたぜ。写真ってのも案外儲かるみてえだな。俺は写真撮影なんて断固として反対です。あんな怪しげなもんに近づくとか勘弁してくださいよ。急にどうしたんだ野村。いつものお前だったら面白そうだって食いつく話題だろ。飢えてないっすよ。俺はその、むしゃぶるい的な。なるほど、わかったぜ野村。さてはお前、写真が怖いんだろ。そんなことないですって。武士たる者が写真ごときで。いや、野村の言いたいこともわかるぜ。よく言われてるもんな、写真を撮ると魂が抜かれるって。ああ、その一方でただの迷信だと笑い飛ばすやつも増えてるらしいな。いや、迷信じゃないですって。ほら、相馬も知ってるだろ。鴨川沿いの貸し本屋のじいさんが写真撮影した数ヶ月後にぽっくり行っちまったって話。あのお年寄りは70を過ぎていたと思うな。大往生じゃねえかそれ。しかも数ヶ月後じゃ関係ねえだろ。へえ、魂が抜かれるんだ。いいこと聞いたかも。ねえ土方さん、せっかくだから今度写真を撮りに行ったらどうですか？普段から島原の娘さんたちに役者みたいって言われてる副長にはぴったりだと思いますけど。おい掃除、あちこちで余計なこと言いふらすんじゃねえぞ。おい、てめえら、はしゃぐのはいいがほどほどにしとけよ。こっちは考えることが山ほどあって写真どころじゃねえんだよ。問題ってほどの話じゃねえけどな、ここんとこ西本願寺から文句があってな。新選組が来てもう3年も経つし、いい加減そろそろ出てけって言われてるんだよ。なんだ
いつものことじゃないですか。そんなの気にせず放っておけばいいのに。それがどうも今回は本気らしくてな。いつになくしつこく言ってきやがる。まあ、五両英治が分離したのは西本願寺の連中も聞いてるだろうし、あれでゴタゴタしてると見越して強く出てきたんだろう。ずる賢い坊主どもだぜ。で、どうすんだ土方さん。言われっぱなしでいいのかよ。当然このままでいいとは思ってねえよ。だが毎日文句言われるのも面倒だ。今んところは様子見だが、場合によっちゃ頓所の移転も考えねえといけねえかもな。ここに来る時も来た後もいざこざが絶えなかったけどよ。すっかりここの生活にも慣れたし、俺としては結構気に入ってるんだよな。もし離れるなんてことになったら、ちと名残惜しいぜ。俺が入隊したのはこの西本願寺なんで、引っ越すのは別にいいんすけど。確か以前はどっかの屋敷を豚所に使ってたんですよね。狭くなかったんですか？ああ、八木さんちか。あそこはあそこで居心地は良かったんだけどよ。さすがに大使が増えてからは狭くなっちまってな。俺は少しだけ以前の豚所にお邪魔したことがあります。お邪魔したというか、連行されただけですが。そういや相馬は行ったことがあったな。あの時は悪かった。だいぶ手荒に扱っちまったよ。どうしました、先輩。はい、本当にそう思います。俺も数年前までは自分がこの新選組に入るだなんて思ってもいませんでしたから。みんな、揃っているからね。ただいま戻りました。今日は随分と賑やかですね。お帰りなさい、近藤さん。源さんに、島田君も。ああ、ありがとう。ところで、掃除も起きていたんだね。大丈夫なのかい、掃除。今日は幾分調子が良さそうだが。冬の寒さに参ってただけですから大丈夫ですよ。今朝は久々に大使に稽古もつけたし、いつまでも寝ていられませんから。そうかそうか。だが無理は禁物だぞ。風も落ち着いた時が怖いというし。で、会津からの呼び出しは何だったんだ？会津港たっての頼みということで、少しばかり珍しい仕事を任されてきたよ。お、なんだなんだ、討ち入りか？それとも戦か？いえいえ、そんな大事ではありません。
今度幕府の偉い方が写真を撮影するらしくてな、新選組でその方を警護してほしいぞ。ということで、先日説明した通り、我らが向かうのは最近できたばかりの写真館だ。今日そこに幕府の偉い方が撮影のためにいらっしゃる。我らはその警護を任されたわけだ。写真を撮るだけでわざわざ警護ね。そういうことはよっぽどのお偉いさんか。秘密で名前は聞けなかったが、どうも江戸城に出資されているらしいぞ。それは責任重大ですね。失礼のないようにしなければ。間違えるなよ。俺たちがやるのはそのお偉いさんを守ることだ。失礼かどうかはまずは守ってからの話だぜ。で、お忍びらしいから警護の人数も目立たねえようにって話なんだが。血と多すぎるんじゃねえか。雪村まで連れてきやがって。まあまあいいじゃないか。トシ、幹部が留守にしているトンショより近くにいてもらった方が雪村君も安心だろうし、警護の人数も大いに越したことはない。何かあっても対処が容易だからな。まあそりゃそうだけどよ。いや、だってちょうど当初で写真の話をしてたとこだったろ。そこに写真館の警護なんて言われたら行くしかねえじゃねえか。つうか、あわよくば警護の終わりに撮影できねえかと思ってんだろう。最近は役者の娘と写真を撮るのが流行りだって聞いて目を輝かせてたしな。それはそれ、これはこれだ。仕事はちゃんとやるからよ。あの木の箱が噂に聞く撮影機、カメラとかいうやつか。けどどうやって写真撮るんだ。ただの箱にしか見えねえぞ。ちょ、叩かないでくださいよ長倉さん。そこから妖怪が飛び出てきて魂とか抜かれたらどうするんすか。そりゃねえと思うが。うっかり壊すんじゃねえぞ新八。目玉が飛び出るぐらい高いらしいぜ。というか野村、そんなに怖いなら豚所に残ればよかったんじゃないか。そりゃ俺だってそうしたかったって。寿命が減るとか怖えし。
けど、みんなこっちに来るって言うから豚所に残ってるのも寂しくて。いらっしゃるまでにまだしばらくかかるそうです。まずその前に役者が来るとか。それがな、どうも連絡の不備があったのか、写真館でも知らねえらしいんだ。ひょっとしたらどこかの大名がお忍びでいらっしゃるとか。どうだか、わざわざ町の写真館に来るなんざ水郷のお人には間違いねえだろうがな。綺麗な女役者が目当てのスケベ大名かもしれないっすね。お疲れ様です、局長、副長。写真館の方は何と？ああ、この後すぐに役者が来て撮影の準備を始めるそうだ。その一刻ほど後に幕府のお偉いさんが来る。それまで多少は自由にしてて構わねえぞ。そうだな、幕府の方がいらっしゃるまでにはまだだいぶ時間があるのだ。役者ももう来なければおかしい時間のはずだ。それもありえない話ではないが。つうか、どうすんだよ。これじゃ幕府のお偉いさんが先についちまうぜ。お偉いさんを待たせるとなるとちょっと気まずいんじゃねえか。ああ、分かってる。だから今相馬と野村を写真館の人のところに向かわせたとこだ。大変っす、ありました。落ち着け野村、大変ってのはどういうことだ。はい、半分当たりです。ただそのなんというか。俺たちに遠慮しなくていい。聞いた話をそのまま報告しろ。承知しました。実は写真館の人に聞いた話によれば、役者はすでに来ていたらしいんです。ですが新選組が警護だと聞くや否やそのまま去ってしまったと。はあ、なんだそりゃ。つまりあれか、その女は新選組のことを嫌がって逃げちまったってことか。はい、誠に申し上げにくいのですが、そういうことになるかと。なるほどね。今日の人に怖がられるのは今に限って話じゃないけど。どうします、土方さん。何言ってんだ。俺たちの仕事は怖がられてなんぼだろうが。だが地味に傷つくな。
京の治安を守ってきたつもりだったんだが。近藤さん、今は黄昏れてる場合じゃねえぞ。そうだな。俺たちの悪評が理由で役者が逃げちまったわけだしな。新選組に警護を任せた会津公も面目丸つぶれったわけだ。その言い訳で上の人が納得するなら誰も苦労はしないんだけどね。だな。俺たちや会津公を叩きたい連中なんて山ほどいる。そういう連中にとっちゃケチつけられる口実があれば何でもいいだろうさ。一応すでに写真館の方で別の役者を手配してあるそうです。ただ何分急な話だったので間に合うかどうかはわからないと。はい、わかった。二人ともご苦労だったな。ではひとまず俺とトシが直接行って写真館の方に詳しい話を聞こう。そうだな。場合によっちゃお偉いさんにもいろいろと釈明しなきゃならねえしよ。つうことで野村、案内を頼む。わかりました。なら僕もついていきますよ。土方さんじゃ相手が怖がって会話にならないかもしれないし。おい掃除、てめえは毎度毎度俺のことを何だと思ってやがる。だって土方さん、この間も子供をにらみつけて泣かしちゃったじゃないですか。別ににらんでねえ。ガキの方が勝手に泣いたんだ。新八、原田、相馬、それと雪村、お前らはお偉いさんの出迎えを頼む。役者より先に来ちまったら何とか引き延ばしてくれ。おうよ、任せとけ。ですね。このまま代役の方が先に来てくれればいいんですが。まさか役者に逃げられちまうほど未だに評判が悪いとは思わなかったぜ。浪士組の頃は確かに嫌われてたろうが、最近は真面目にやってるからな。ですが、外から見たら仕方ない部分もあると思います。俺たちは何かことが起これば刀を抜いて戦います。それが世間から見ればそれこそ写真と同様に得体の知れない理解の及ばない存在なんでしょう。俺だって入隊するまで巡殺で刀を抜く事情なんて知る由もありませんでしたから。いいんだって。それでも千鶴ちゃんみたいに分かってくれる人もいるんだしよ。で、相馬、別の役者ってのはどのぐらいで来そうなんだ。島原からと言っていたので連絡した時間を考えればそろそろかと。そう心配すんなって。いざとなりゃ秘策もあるしな。秘策ですか？
それは一体聞いて驚け。佐野がその辺の女性に声をかけりゃ引き受けてくれるのも。そんなことできるわけねえだろ。いや、俺がやるより佐野がやった方が成功するだろ。新選組だってバレて逃げられてるんだ。俺が頼んでも引き受けてくれるわけねえだろ。というか、なんだって俺が声をかけなきゃならねえんだ。やるなら新八、お前が声をかけてこいよ。そんなこと言ったって俺よりお前の方が受けがいいじゃねえか。お前は相変わらずそういうところは人任せだよな。相馬も言ってやれよ。俺がですか？いや、俺はそういうのは。どうかしましたか、先輩？先輩が役者をですか？それは。なんつうか、千鶴ちゃんはダメだろ。いえ、俺も反対です。先輩が役者をするぐらいならおとなしく本職を待つべきかと。いや、待てって、今のはそういうことじゃなくてだな。あ、千鶴ちゃん。新選組が警護に当たるって聞いてひょっとしたらと思ってたけど、やっぱりあなたも来てたのね。もしかして写真館が頼んだってのはあんたたちのことか？ええ、そうです。皆様お待たせいたしました。あ、お知り合いですか？ああ、そういやお前は初対面だったかもしれねえな。君菊さんは島原にある炭屋の花魁さんだ。俺たちも何度か世話になってる。ご贔屓にしていただいております。いや、驚いたぜ。まさか呼ばれた役者ってのが君菊さんだったとはな。私としても突然の話でしたが、たまたま時間が空いていましたから。ううん、私はお菊が撮影に行くって聞いて面白そうだからついてきただけ。それと新選組が来てるならあなたにも会えるかなって。ともあれ、うちとしては助かったぜ。いろいろとまずい状況だったからな。はい、聞き及んでおります。
役者は幾度か勤めておりますので安心してくださいませ。さてと、じゃあ俺は役者が間に合ったって土方さんたちに伝えてくるか。新八と相馬はここでお偉いさんが来るのを出迎えてくれ。ああ分かったろ、任せとけって。先輩は役者の方々を建物の中へ案内をお願いします。撮影に備えていろいろと準備があると思いますので。写真館の中なのね。以前私が役者として来た時よりも増えているようですね。本当にそのまま写ってるのね。この写真は今日の大通りよね。あれ、この写真って島原じゃない？千鶴さん、どうされました？ねえ、千鶴ちゃん、よかったらこの後、私たち3人で一緒に写真でも撮らない？あなたが江戸に帰っても、たまには私たちのことを思い出してくれるようにね。あら、それは素敵な提案ですね。ご心配なく、急な仕事を引き受ける代わりに報酬を弾むよう頼みますので、写真の一枚くらい望んでも問題ないでしょう。じゃあ決まりね。それじゃあ着替えましょう。あなたが着替えずにどうするの。私とお菊、そしてあなたと女だけで撮るから意味があるの。大丈夫、新選組の人たちには私がちゃんと許可を取っておくから。ああ、なんだ、なんつうか千鶴ちゃんはダメだろ。先輩が役者をするぐらいならおとなしく本職を待つべきかと。ご心配なく、着付けと化粧はお任せください。じゃあお菊、お願いね。私は新選組に話を通してくるから。
私もあなたが性別を偽る理由は少しだけ聞かされております。ですがお忘れなきよう、たとえ姿を男の形に押し込めても自分の心や思いまで押し殺す必要はないのです。どうか生まれや立場に縛られ幸せを見失わないように。姫、おせんさんもきっとそれを望んでおられますから。はい、紅を引きますから口を閉じていてくださいな。せっかく可愛くなったんだし、大使さんに見せに行かないの？今のあなたを見たらみんなびっくりすると思うわ。長倉さんがそんなことを。なんていうか、それは似合わないって意味じゃない気がするけど。そんなに気になるなら本人に尋ねてみたらどうかしら。それとなく聞き出すとか。そうね、それは。おい、聞いてくれよ千鶴ちゃん。ようやく幕府のお偉いさんが来たんだが、これが意外な人物で。って、あれ？さんってひょっとして。どうも長倉さん、千鶴ちゃんならさっき外へ散歩に出かけましたよ。え、散歩に行った？じゃあこの子は一体。今回の撮影のために来てもらった私のお友達です。あんたの友達？けどさっきは二人で。
その後で来て合流したの。ちはやって言いますね。そっか、悪い悪い。どことなく知り合いに似てたからついじーっと見ちまった。よろしくな、千早ちゃん。どうした？ひょっとして緊張してるのか？化粧もしたことだし、私、お菊の手伝いに行ってくるね。それじゃあね、千早ちゃん、あとはよろしく。そうだそうだった。実は人を探してたんだよ。お前さんと同じくらいの年の子なんだが、見かけなかったか？うまく言えねえんだけどな。すげえいい子でさ、苦しい状況に追い込まれてもめげねえ真面目な子なんだ。だから俺もなんつうか放っておけなくてよ。なんかあることにいつもその子のことを考えちまうんだよな。ともかく、いないんじゃしょうがねえ。別の場所探してくるとすっか。センちゃんの友達でよく遊んでる仲ってことか。しかし千早ちゃん、ずいぶん可愛い格好してるな。それは何の服だ？いやいや、すげえ似合ってるぜ。一緒に写真撮りてえぐらいにな。なんつうか、千鶴ちゃんはダメだろ。ところで、一つ聞きたいんだが。なんで別の名前を名乗ってんだ、千鶴ちゃん。今更とぼけても無駄だよ。
鈍いと思われてるかもしれねえが、さすがに気づくって。いや、こればかりは最初から気づいてたぜ。気づいてたけどよ、偽名なんか使ってるからなんかあるのかと思ってな。で、結局のところなんで隠してたの？違いさせしまって悪かった。俺が言ったのは女の子らしくねえとか似合わねえとかじゃねえんだ。むしろほらなんだ、さっきも言った通りに可愛いと思ってる。似合ってるからこそむしろ役者をさせたくねえって思っちまったんだよ。だってよ、そうなったら顔も知らねえ幕府のお偉いさんと写真撮って気に入られちまったら尺とかもさせられるんだろ。それはなんつうか妙に嫌な気分になるんだよ。まあそいつは無用な心配だったけどな。幕府のお偉いさんってのが俺たちもよく知ってる人だったしよ。なあ、お前さんもびっくりするぜ。向こうで写真撮ってるから今から案内して。その前にちょっと寄り道してもいいか。撮影の許可もらったぜ。そんじゃ、二人で記念撮影だ。もちろん、これは二人だけの秘密ね。佐野たちにも内緒だぜ。そりゃ、理由は一つしかねえよ。今日の千鶴ちゃんは可愛いからよ。他の誰かに見せるより先に独り占めしたくなるのも当然だろ。ほら千鶴ちゃん、笑った笑った。そんなに怖がらなくていいって。魂を抜かれるわけじゃねえし、もし魂抜かれるとしても俺と一緒だから怖くねえだろ。お、いい顔になったじゃねえか。やっぱり笑顔が一番いいぜ。
何しろ一生残るものなんだし、ここはいい顔で映らねえとな。